皆さんどうもこんにちは、ビジネス塾の翔です。今回の動画では菅沼祐樹さんの著書、社会人1年目の教科書の解説をもとに、日常やビジネスに役立つ情報をお伝えいたします。皆様は仕事に対してどんなイメージをお持ちでしょうか？生活していくために我慢してでもお金は稼ぐしかないから仕事をする、そんなイメージで非常に大変だと感じる人もいれば、仕事とは人に役立つことだからやりがいを感じる、仕事を続けた先の自分を想像するとワクワクするという人もいるかもしれませんし、仕事をするというよりは自分の好きなことを行うと金銭をいただくことができるので、仕事をしているという認識よりも好きなことを追求していると感じる人がいるかもしれません。ではこのような仕事に対する価値観はどのような違いから生まれているのでしょうか？多くの人は好きなことを仕事にできた人、転職だと言えるような仕事をできる会社に就職をした人のことを幸せだと思っていますが、実はそうではなく、この仕事に対する価値観は転職に就いたのではなく、自分の行う仕事、自分の働いている職場、会社の仕事を自分の転職にしているかどうかという点が非常に大きいんです。要は自分の行う仕事を転職にできる、自分の働く環境を最高の環境にできる、そんな人こそがモチベーション高く働くことができ、逆に自分の仕事や職場環境を転職にしたり最高の環境にする方法を知らない人は、たとえ自分の好きなことを仕事にしたとしても、どうしても入りたいと願った第一志望の就職先に入社することができたとしても、モチベーション低く労働を行うことになってしまうんです。だからこそ自分の仕事を転職にするための最高の方法を知りましょう。自分の職場環境を最高の環境にするための方法を知りましょう。そうすればあなたの人生の大半の時間を費やす仕事をあなたは好きになれるでしょう。というわけで今回の動画では、そんな自分の仕事を転職にするための方法を書籍の内容をもとに皆様に情報としてお届けできればと思います。では今回の動画の内容です。今回の動画は第1部、仕事を苦しいものにしないために、第2部、仕事を任される人になるために、第3部、仕事の質と量、このような流れで情報をお届けいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。このチャンネルではこのように書籍の内容をもとに日常やビジネスに役立つ情報をお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまずは今回の動画の第1部である、仕事を苦しいものにしないためにに関してお伝えいたします。皆様は仕事を辛く苦しいものだと感じている人と、そうではなく、たとえ時間的な制限はかかったとしても仕事に対してポジティブなイメージを持って生き生きと働いている人にはどんな違いがあると思いますか？ちなみにこれは結論からお伝えすると、マインド面と環境面の両側面で仕事をやらされているのか、主体的に目的意識を持ってやる意味を見出しているのか、この違いが仕事を辛く苦しいと感じるのか、そうではないのかという違いを生んでいるんです。仕事とは基本的にチームで動きます。だからこそ自分の意見や主張で全ての方向性を決定できるという人は基本的には存在しません。要は自分の好きなことを仕事にしても、その中で何でも自分の好きなように行動できるかというと、そういうわけではなく、人との意見の折り合いをつけたり、人から何か業務を依頼されるものです。その時あなたがその仕事に対してやらされている、こんなことをするために働いているわけではない、このような捉え方をしていては、どんな仕事に就いたとしてもあなたにとって仕事が辛く苦しいものになります。そして逆に、人から依頼された仕事や自分の主張が通らずに違う方向性で進むことになったプロジェクトに関しても、その結果を受け入れて、その仕事を行う価値を主体的に見出せる思考回路を持っていれば、どんな職種であろうとあなたは自分の仕事をモチベーション高く実行できるようになるでしょう。
要は仕事が辛く苦しいものになるかどうかは仕事に対する主体性、目的意識の持ち方で大半が決まるということです。だからこそ主体的に価値を見出しましょう。そして主体的に価値を見出すためにとにかく勉強をしていきましょう。知識がなければ想像は広がりません。想像が広がらなければ一つの物事を見る視点が増えません。勉強とは自分を幸せにする思考回路を育てるために行うんです。これが今回の動画の第一部でお伝えしたかった内容です。では続いてここからは動画の第二部、仕事を任される人になるためにに関してお伝えしていきます。先ほどお伝えしたように仕事を行い、自分の仕事を主体的に捉えることができ、マインドを構築したら、あなたは仕事を辛く苦しいものだと感じることは少なくなるでしょう。ただそうは言っても、いつまで経っても自分の主張が通らない、いつまで経っても仕事を任せてもらえない、自分の働く環境がそんな環境だと時には心が折れてしまうかもしれません。だからこそマインド構築を行う勉強をすると同時に、主体的に働きやすい環境を作る工夫を行っていきましょう。そして主体的に働く環境を作るための方法として、仕事を任せてもらえるようになるために、要は仕事の主導権をあなたが持てるようになるための方法をこの動画の第2部ではお届けいたします。ちなみに会社にもよるかもしれませんが、会社に所属して1年目や2年目で大きなプロジェクトをどんどん任せてもらえるということはほとんどありません。ということは、能力やポテンシャルはあなたが持っていたとしても、その能力やポテンシャルを周りの人に知ってもらう機会はさほど多くないということで、どんなに優秀な人でも初めのうちはみんな新入社員という同じ括りで見られてしまうわけです。そしてそんな環境では、あなたにだけ特別に仕事を任せてくれる、意見を求めてくれるということはまずないでしょう。ではどうすればあなたの能力やポテンシャルを理解してもらい、プロジェクトを任せてもらえるようになるのでしょうか。その方法は至ってシンプルで、どんな仕事でもバカにせずに工夫する、言われた通りに行う作業員になることなく、どうすればより良くなるのか、自分ならどうするのかという思考を巡らせる習慣を身につけておくんです。仕事をしている人たちの中には、人と違う成果、人よりも優れた結果を手にしたいと考えているのに、人と同じ行動をとっている人が多くいます。ただこれは理屈的に考えてどうしてもおかしいですよね。人と同じことを行い、結果だけは人よりも優れた結果を手にしようとしているんです。だからこそあなたはそうならないようにするんです。人と違う成果を求めるなら、人と違うやり方を行う、そのためにどうすればより良くなるのかと考える習慣を、どんな仕事に対しても持ち続ける意識を持ちましょう。この習慣の差がいずれ大きな差となり、あなたが何か自分の能力やポテンシャルをアピールするチャンスを手にした時、必ずそのチャンスを生かすことができるでしょう。改めてお伝えします。どんな仕事でも工夫する習慣を身につけておきましょう。人と違う成果を求めるのであれば、人と違うやり方を見出しましょう。そうやって自力をつけておくんです。これが今回の動画の第2部の内容です。では続いて最後、今回の動画の第3部として、仕事の質と量に関してお伝えいたします。ちなみにここでお伝えする内容は至ってシンプルです。というのも、仕事は質より量、仕事は量より質。こんな両極端な意見は無視して、仕事は量と質を共に追求するものだということを意識しておきましょう。というのが、この動画の第3部のメインメッセージです。というのも、量より質を追求しろと言われたとしても、量をこなして経験値を積まなければ、質の向上は見込めません。机上の空論では成長はないんです。ただ、だからといって、とにかく量をこなせばいいというわけでもなく、量をこなしてもただの作業員として量をこなし、そこに自分の感情や思考が乗っていなければ、どれだけ量をこなしたとしても質の向上は見込めません。要は質を向上させるためには量が必要である、
ただとにかく量をこなせばいいというわけではなく、量をこなしながらその中で動画の第2部でお伝えしたどうすればより良くなるのかという思考であったり、なぜうまくいったのか、なぜ失敗したのかという分析を入れ込むことで質を向上させる必要があるということです。ただ実際の仕事でそんなに多くの仕事を任せてもらい、量をこなすことができるかというとそんなことはありません。だからこそ先輩や上司に話を聞く習慣を身につけましょう。どんな仕事をしているのか、なぜそのような仕事の進め方を行っているのか、なぜそのような提案を行っているのか、今回のクライアントやお客様はどんな相手でどんな思考回路を持っているのか、このような仕事に関する話を聞き、その状況から自分ならどうするのかという思考を巡らせる、もしくは成功体験、失敗体験とそれに対するその人の考察を聞く、これを習慣化して疑似体験で量をこなす習慣も身につけていきましょう。そうすればあなたは仕事を辛く苦しいものではなく、モチベーション高く取り組むことができる、自分の仕事を自分の天職だと感じることができる人になることができるでしょう。これが今回の書籍からお届けしたかった内容です。いかがでしたか？今回の動画を見て少しでも面白そうだと思われた方は、ぜひ書籍をご一読ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。